シュートのパーセンテージだったりとか、遂行力だったりとか、負けた要因というのはいろいろ、もちろんあるんですけど、まず最初に、シュートに関してはただいつも言うように自信を持って打ち続けるだけ、いいショットさえクリエイトできていれば、遂行力の面では我々がコントロールできることをもっとうまく遂行っていうのはやらないといけないですし、そのために毎日練習しているんですが、同時にここは経験っていう部分も、まあ、多少はあります。いいというわけではなくてですけど、まあ、そういうところもあるんですけど、何よりリーグで今多分一番トランションの速いチーム相手に、何があってもダッシュで戻るっていう、そこはもう本当にただ全力を尽くすっていうエナジーの部分だったり、命綱をすぐに手放して、少し難しい展開になった時にオフェンスリバウンドを簡単に上げてプットバック上げたり、今日、まあ何度もその辺に落ちている 50-50 ボールをただ我々が反応できなくて相手に転がってシュート決められるだとか、前半もありましたけど、ただ相手が決めるものだろうと思ってみんな諦めてボーッと見てプットバックやられるとか、もうなので最初に言った遂行力とかシュートパーセンテージもちろんいろいろありますけど、何よりも強豪に勝つために40分全力でやらないと、いけないのに、どうしてもそこができていない、それが、まあ、引き続き一番気になるところで、あってはいけないことで、はい、いろいろありましたけど、そこが一番今日良くなかったです。根本的なところなので、毎試合話してはいるんですけど、土日、そこから必ず40分エナジー出す、当たり前のことですけど、いつも言ってますけど、ここから入ること、